ジャパナビ夏のお祭り大集合、南東北3県栃木、元気発進最終章栃木県。先週は那須高原でジップライン、鬼怒川でラフティングとアウトドア三昧、今週は日光へ移動、世界遺産見学からスタートです。世界遺産へようこそ。世界は遺産がうさいね。日光でなんか有名なものある？はい、2歳1時神社2個、お寺1個イエス。それではここから2社1時の中へ。今回は最も香港の人にも知られている東照宮を見学します。今日の案内人は大高さんです。東照宮はなんでこんなに金色をすごく使ってるんですか？そうですね、いわゆる豪華に見せるために金とかを使ってるわけですね。赤とか、はい、もう絢爛豪華にするということです。ですから奈良とか京都とかっていうところとはまた別に、ちょっと違いますね、ポイントは。全然違います。独特ですよね。独特です。ここには世界的に有名な彫刻があるんですね。はい、こちらです。猿の彫刻。あ、こちらどうぞ。マロじゃない。見ざる言わざる聞かざる。飞来马天，飞来马猛，飞来马いいな。马いいな。马いいな。多くの歴史的建造物を見学した後は、平和で楽しい時代にタイムスリップ。場所は400年前の日本をテーマにした日光江戸村です。江戸時代にタイムスリップ変身しました。かっこいい。これは女剣士。あ、女剣士。これはこれは侍ってこと。侍。あなたおかしいよ。何が？頭。これは今年の流行りでござる。そう？どこ？海外帰りだから。あ、帰国衆だね。帰国衆でござる。江戸の町を案内してほしいでござる。ダメ。なんで？この危ないから。ちょっとどれくらい武術持ってるか見せてくれ。任せろ。あれ、まあ、危ない。なんかダメよ、手も足りないし。この町危ないから、はい、常に俺の後ろにいてくれ。わかったでござる。ダウン。出発。うわ、馬乗らないの？まあ、やーたてきしー、おせーなー。え、あのついていく人間違えた。ジンボーヤシュバーボー。シオパーちゃんねーよ、これ、うん、おはようございます。おはようございます。これ、何ですか？これ、カゴと言います。カゴ。カゴですよ。カゴ、乗りましょう、先輩。気持ちそうですね。うん、でも、ダメ。なんでですか？なんで？金ないから。あー、また金ない。あなた、ほんと貧乏。侍は心が豊かですけれども、貧乏でも楽しく過ごせる。そうなの？いや、ちょっとわかりませんけど、これタダでね、乗れますから乗ってくださいよ。タダで？ほんと？大事な。ちょっと乗ってみよう。誰でもタダ？誰でもタダでございますから乗っててください。先輩乗るんだ。気持ち、あなた歩いて。あいやー。あ、師傅、橋頭遊覧、唔該。気持ちいい。先輩どうでした？最高です。侍の心は？侍うるさい。まった時間ないから。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんで私がお礼言ってんの？あー、綺麗だね。そうですね、うん、こういう景色外国ないの？あるよ。 ICC とかビクトリアピークとかすごい綺麗。カムチ香港が早っ。香港から来たんだ。香港から来ました。晴れじゃないの、雨。あ、ここは一番にぎやかなところだ。お、ダウンタウン。そうです。香港。あ、香港じゃねえよ。違う、ゴング大会。へえ。おでござる。ここはね、とっくり危ないよ。ハイム、気をつけなさい。ハイム。でも仲間いるからついてこい。はい、こんにちは。こんにちは。お前六郎ちゃん、じゃあごちょうだいで。ちょうだいで。지금빼시는데만야뭐가우죠가우도가우도네운동화도화어디에서요어안녕하세요맛있어오와고래보고로다이거보즈토마토토마토고래키우리고리넣ってる江戸時代のおやつだ。이도사라くださいえよいくらですか？100両でございます。100両え、멋있네。100両、え、멋진멋진じゃない。唔養啦，你外國翻嚟噶嘛？嗯，我知。細佬，你真係唔話得嘅啫，請我食嘢。食啦。爆炸！天啊，狗！
は？やうまい？わーおお茶よ、しばがおねえ、やうちんめ最近が無最近サービス江戸は優しいねまやごやおめいんじゃんこんにちはこんにちはどうも전산전타야전타의호우종을담아줘생대땡하가주하가어레오쉽게난담아볼래원희씨와시도쇼부세는가오자와시라도てもつよいぞえすげえござるこいつももっと強いよ本当か西洋帰りでござる西洋帰りわしは容赦しないぞ勝負勝負しまえたぞやーやーやーわしが勝ってしまうぞ UFO どうやあ、一応だぞあー一本イエーイこれはな、褒美の一部金じゃ一部金昔のお金じゃあ、お金稼ぎました素晴らしい素晴らしい稼いだぞよしはいあなたの刀はい行こうあれ私のお金あれお金あいつじゃあいつあいつくせ者どなたも出会え捕まえたぞおお見事じゃおいお前ら俺のことおらっきたな何無にあっちゃさえまっこん先輩かっこいいどうなおかはいじゃあ行くわ行こう처형어디친かっこいい先輩仕事終わったよありがとうわあ忍者だそうですえあんたも知ってんの忍者は世界中で有名だよ外国でなんで言う忍者同じやわあすごいなこうやって子供の頃から練習してトレーニングするんだすごいでしょ私もやりたいこれは初心者だからもっといいもの見せてあげるよ見たいでしょベイチンやうベイチンハローファイルウェイおいじゃあ皆さんかマイドオーロチャン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 なんでござるかなんか超錯覚の部屋じゃないですかこれ動けないぞなんか重力そうあなたの性格を邪魔してるからあ、せーの向こう行くよせーのあー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 江戸時代怖い魔法の時間ですサイレン私もすごいぞうわ、ほんとだなんですっごい眺めになってんのすごいすごいインセプションおお、チーパン本館ほらほらなんか来たおなんだ新選組ですか見るからに怪しいですな怪しいって弱くないよ弱くないよどうもお名前にしろお名前にしろあ、捕まれよなんだやれ！ブルースリー！おかしい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 な敵よ！いやあ！いやあ！よし、帰ろう。帰りましょう。よし、帰ろう。ご用意は？バックトゥザフューチャー時は2013年に戻り、いよいよ今回の夏祭り機構クライマックス。最後を飾るのは栃木県宇都宮市の花火大会です。わー中東やん花火大会だね。宇都宮の花火大会年に1回夏の楽しみすごい楽しい。人多すぎない？もうすっごいずっとここに来るまで人間が渋滞。そうどういう所有もあるのかね、うん、でも大丈夫広いからそうだよみんな座り心地いいね。うん何時から春節始まるの？7時半からだってあと1時間あるじゃん。続きまして屋台見ようか。夏休みじゃなくて夏祭り屋台がずっと並んでるのは全部ダメだ。戻ってきたら酒なくなっちゃうよ。大丈夫
名誉会長。咦，你系 V I P 嚟嘅咩？系啊。风度。行啦。哇哇，賑やかだね。ちゅうどんねが。そしてこの夏祭りの屋台。ね。うん。なんか屋台だらけだね。ちょっとワクワクするね。ちょっと味見たらさ、もうレイトンドみたいなね。そうだよ。で、あっちのたこ焼きと隣のフルーツ飴。フルーツ飴はフルーツの周りに飴がかかってて冷やしてある。ちょっと食べてみる？うん。あ、リンゴ飴だ。お、本物入ってる。これは日本のお祭りの屋台の定番。定番？いちご飴。芸術だよ、これ。本物が入ってるよ、中に。甘酸っぱい。山頂に開放。美味しい。いいな。うわー。わー。こんな感じ。うん、すごい。コーラ。コーラって珍しいよ。あんまり見たことない。うん。かき氷は日本の真夏の象徴。そうだよ、夏の時ね、こういうふうに食べると。ステまでよ、冷たくなる。頭まで冷たくなる。お、持ってる。え、始まって、うわ、ちょっと行かないの。入り入り入り。感動する。日本の夏はすごく短いんだけど、その短い中にこういう花火大会とか夏祭りとか楽しいことがいっぱい詰まってるよね。私たちもいろいろ回ったね。回った。福島県、山形県、宮城県、栃木県。そうだよ、今の東北すごい元気になってるじゃん。元気いっぱいだよ。だからこの元気いっぱいを皆さんにも見てもらって、皆さんにも東北楽しんでもらいたいね。私たち今楽しんでるよ。花火大会最高。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週紹介した鳥取の有名な梨の名前は、1番一世紀梨、2番十世紀梨、3番二十世紀梨。正解者の中から抽選で2名様に20世紀梨ゼリーをプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv番組ホームページに掲載しています。締め切りは2014年8月31日午後17時。当選者は2014年9月7日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募、どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスはwww.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。